こんにちは、バーバです。今日はこのようなカーネーションの飾りがついた封筒の作り方をご紹介します。母の日のメッセージカードなどを入れるのにぴったりの小さくて可愛らしい封筒です。では早速作っていきましょう。用意するのはこのカーネーション部分に 7.5 センチ四方の折り紙が3枚、封筒の部分に15センチ四方の折り紙が1枚です。カーネーション部分の折り紙はピンクや赤などカーネーションに似合う色を用意してください。そして封筒の部分ですが、ここがカーネーションの額の色になってくるので、緑色の折り紙を用意するのがおすすめです。あと他に糊とハサミ、なくても大丈夫ですが、もしあれば縁をギザギザに切ることができるピンキングバサミを用意しておいてください。こちらのピンキングバサミは100均で購入したものです。まずはカーネーションを折っていきます。3枚とも同じ折り方になります。裏の白の面を上にしてこのような向きで置いたら、下の角を上の角に合わせるように半分に折ります。縦半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。下の縁をそれぞれ今つけた中心の折り筋に合わせて折ります。裏返します。下の縁を中心に合わせて折っていきます。この時に裏側にあるこの紙は折らずに広げたままこのような形に折ってください。もう片方も同じように折ります。裏返します。こちら側が表の面になります。これで一つのパーツが完成です。残り2枚も同じように折ってください。3つのパーツが完成しました。まずは一つのパーツの縁を丸く切り取っていきます。ここの角と角を結ぶようなイメージで、今ペンで印をつけたように丸みを帯びた縁に切り取っていきます。このように縁を丸く切ることができました。そしてこの縁をさらにギザギザの形に切っていきます。ピンキングバサミがない場合は普通のハサミを使って、このように細かくギザギザの縁に切っていってください。はい、このように縁をギザギザに切ることができました。次は残り2つのパーツを貼り合わせていきます。今ギザギザに切り取った1つ目のパーツの裏側にこのように2つのパーツを重ねて、そして一つ目のパーツの
両側の角よりも2つ目3つ目のパーツが少し下に来るぐらいの位置に合わせて、そしてこの2つのパーツの縁が少しこのように重なるような位置、このような位置に貼り合わせていきます。裏側を見て、まず1つ目のパーツの上半分に糊をつけます。そして2つ目、3つ目のパーツも裏側を見た状態で、まずはこのように裏側に貼り合わせたら、表側を見て、そしてこの1つ目の角よりも2つ目、3つ目のパーツの縁が下に来ている位置で、そして中心で2つのパーツが少し重なるように、位置を調整したらしっかりと貼り合わせてください。次は今貼り合わせたこの2つのパーツの縁を丸く切り取ります。さっきと同じように角を通る位置で丸い形になるように、このような位置で切り取ってください。もしピンキングバサミがある場合は、ピンキングバサミを使って縁をギザギザに切っていきます。一気に切らずに少しずつ切り進めると綺麗に切ることができます。はい、このように縁をギザギザに切ることができました。これでカーネーションの完成です。次は封筒を折っていきます。裏の白の面を上にして、このような向きで置いたら、下の角を上の角に合わせるように横半分に折ります。次は下の縁の中心に目印をつけていきます。縦半分にしたら、全体は折らずに下の縁のところだけ軽く目印の折り筋をつけて開いてください。上の角の1枚を今つけた目印に合わせて下の縁の中心に折り下げます。次は今折ったところを向こう側に折り返します。次はここの色の境目の角から少し内側、だいたい1センチぐらい内側に入った位置で、外側の角を内側に折ります。この時、下の縁がずれないようにぴったりと合わせて折ってください。もう片方もさっきと同じ幅で外側の角を内側に折ります。下の縁がずれないようにぴったり合わせて折ってください。次は今折った2枚のここの
中心の交点、この2つの紙の交点からまっすぐ降りた線、この線で一番上にある角を反対側に折り返します。ここでも下の縁をぴったり合わせて折ってください。そして今折った角を真上に立ち上げて、立ち上げた角の内側を広げて、このように正方形に平らに折りたたみます。ここの縁のところで上の部分を下に折り返します。これで封筒の完成になります。今折り下げたこの角をここの四角の部分の内側にはめることで封筒として使うことができます。カーネーションと封筒を組み合わせていきます。蓋の部分は上に広げておいて、カーネーションのこの先端をここの四角の内側にはめて、このような形でのり付けをしていきます。ちょうどこの四角の部分に隠れるこの先端のところにのりをつけます。そうしたらこの四角のところにはめて、しっかりと貼り合わせてください。そしてこの封筒の上の角をカーネーションのすぐ裏側の隙間に挟みます。このように蓋を閉じることができます。はい、これでカーネーションの飾りがついた封筒の完成です。メッセージカードを入れたり、折りたたんだ手紙を入れたり、封筒として自由に活用してみてください。カーネーションの飾りがついたおしゃれで可愛らしい封筒。カーネーションも封筒も簡単に作ることができるので、ぜひ母の日の感謝を伝えるプレゼントとして活用してみてください。